うわ、風が冷てえ。やっぱもうすぐ冬なんだな。本当だね。大丈夫か、小野寺。うん、大丈夫。でもやっぱりちょっと寒いね。よかったら俺の学ラン貸すよ。ありがとう。でもそれじゃ一条くんが寒いよ。いや俺は全然だぜ。こうやって体動かしてりゃいいんだからさ。でもほら風邪ひいちまうぜ。遠慮なんてするなって。わかった、ありがとう。どうした小野寺。あ、俺の制服汗臭かったか。え、大丈夫だよ。そんな全然。そっかならいいんだけどな。さてと、じゃああとは葉っぱ集めて捨てりゃ終了だな。ん、あ、やっぱりなんか匂うか。違うの、そうじゃなくてね、あったかいなって。